どうもです。私はですね、今アメリカのサンフランシスコに来ております。まあ、それで私のね、世界一周旅行っていうところもね、だんだんまあ終わりに近づいてきますよ。終わりに近づいてきてますよっていうふうにね、ちょろっと言ったかもしれないんですけども、実はね、次が私のラストフライトでございます。それでまあサンフランシスコからね、もう日本に帰るっていうと、もう皆さんわかると思うんですけども、JAL のねファーストクラス、こちらで私は帰国する予定でございます。まあ、それで JAL 1便こちらね、東京行くになりますけれども、まあ、こちらでね私は帰国して、世界一周航空券っていうところはここで終わりと実はなっております。まあ、それで、まあ、今回まあ世界一周航空券とは何ぞやっていう動画はね、マレーシアにいた時には確か出したと思うんですけども、まあ、実際にこう使ってみたこう感想とかね、あと僕ちょろっと話したと思うんですけども、ルート変更とか日程変更とかもしてるんですよね。だからそういったなんかね、できるのかみたいな、手数料どれぐらいかかるのかっていうところと、実はね今回組んだ世界一周航空券のルートっていうのは、まあ自分で言うのもなんなんですけども、結構面白いルート組めたんじゃないかなっていうふうにね思っているんですけども、実はこうしとけばよかったなっていうね、ものもあったりしたりとか、あれみたいなねところがあったりしたので、それをねちょっとまとめてこの動画でお伝えしようかなっていうふうにね考えております。まあ、それで JAL のこうファーストクラスの動画っていうのは、次がねサンフランシスコの滞在期になりますので、その次になりますのでね、もうちょっとねお楽しみにしていただければなっていうふうには思ってますけど、多分まあこの動画を見てる時はもう私はね多分帰国してるんじゃないかなっていうふうにはね思っております。まあ、それでね世界一周航空券って言いますと、まあね普通航空券って言いますと、安いやつだと基本的にキャンセルとかね、日程変更とかもまあ結構手数料かかったりするんじゃないですか。なのでは私の場合あんまりこう日程変更とかっていうのは旅行ではねしないようにしてるんですよね、一番気をつけて。ですけれども、この世界一周航空券っていうのはそうやってねルート変更とか、あと日程変更とかもねすごい柔軟なんですよ。安いだけじゃないんですよ。それで今回私はね、じゃあどういったね日程変更とルート変更したのかって言いますと、本当はねイースター島からサンティアゴ戻ったじゃないですか。そっからねすぐにねロサンゼルスに行く予定だったんですよ。ですけれども、まあこうサンティアゴね、まあ南米のサンティアゴなかなか行く機会ないですよね、イースターと同じでね。それでまあ旅行してる時だから、シンガポールにいる時かな、なんかちょっともったいないなっていうふうにね思いまして、そこでまあ2日間とストップオーバー200かストップオーバーするようなね日程にこちらアメックスのコンシェルジュを経由して変えてもらいました。特にはこれに関しては手数料なしでございます。だからね、日程に関してはもうね変え放題ということで、一応1年っていう期間はあるんですけどもね、それを守っとけば大丈夫っていうね、もうある意味ね正規運賃の航空券と一緒っていうね、まあ、扱いとなっているんですよね。それでまあルート変更、じゃあね今回どういった風にしたのかって言いますと、ロサンゼルスに行って本当の私のルートっていうのは、そっから成田空港に行く便にファーストクラスね、 JAL のね乗って、そっから成田から伊丹空港まで JAL の国内線で、まあ、帰るっていうねルート、こちらで組んでたんですよ。それをまあロサンゼルスからサンフランシスコ、アメリカン航空のファーストクラス国内線で、ね、それで移動してサンフランシスコから羽田空港まで、こちらのルートに変更してもらいました。はい、なのでまあ私だから世界一周旅行っていうのは、実は伊丹出発だったんですけども、羽田で私のこう世界一周、ね、航空券っていうのは終わっちゃうので、まあ大阪まで帰るんですけれども、それに関してはまあ自分の自費という感じになっておりまして、まあ、そういったルートにね変更してもらいました。ちなみにルート変更に関しては125ドルだったかな、まあ、1万円ちょっとこちらかかりますので、まあ、今回妻と2人分になりますので、まあ、2万6000円ぐらいかかったんですけども、まあ、それでもね、まあ、こうやって結構ねこうがっつりね1便なんかルート変更ってなるとね、なんかこう一方キャンセルして一方は
こう新しく手配してとかね、そういったまあやつですけれども、もうそれだけ120ドルとか、それまあ1万円ちょっとぐらいでやってくれるということで、これも結構ね、あのお安くやってくれますよね。まあ普通ルート変更とかなるとね、あのなんかわかんないんですけども、できませんとかね、できてもなんか5万円かかりますとかね、なんかそんなことを言われそうな気がするんですけども、この世界一周航空券っていうのはね、そういった風にルート変更っていうのもね、わりかし気軽にできますので、まあ世界一周航空券って言ったら本当にだからそういった意味ではかなりお得ですよね。うん、そういったまああのチケットとなっております。まあそれで今回なんですけども、これで気づいてる方いるか多分いないとは思うんですけども、私としてはまあこうやできるだけね、お得にいろんな飛行機乗りたいっていうのをね、まあずっとずっと言ってきたので、まあ当然ね、まあ今回あのルールとしては16フライトまであの飛ぶことができるっていうルートがあるんですよね。それでね、あの私ね、これを気づいたのいつだったっけな、3日前ぐらいですね。うん、そう、とあるね、あのことにあの気づきました。今までこうね、まあ伊丹空港から羽田、伊丹から東京行って、東京からあのクアラルンプール行ってとかね、こうね、改めてこうね、世界一周航空券のチケット、改めてね、ちょっと見てみたんですよ。そしたらね、とあるねことに気づいたんですよ。まあ当然私としてはあのできるだけお得に乗りたいっていう思いがあったんで、16フライト予約してたつもりだったんですよ。でもね、私が予約した航空券っていうのをね、確認してみると、なんとね、あのこちら15フライトしかないんですよ。あれみたいな、うん、そうそうそう、それに気づいて、あれなんで自分こんな日程のルートをあのこんなね15フライトまでにしたんだろうというか、当然16フライトまで行けるのであれば16フライトまで行くようなルート組みますよね。あのいや実際組んだつもりだったんですよ。でもここのね、あのフライト見てみたら15フライトしかないみたいな、うん、そういうね超重大な事件といいますか、あのことに発覚いたしまして、あれなんでだろうみたいな。それでまああの私、あの先ほどお伝えしましたけれども、あのまあ羽田空港で私の旅行っていうのは終わりだったんですよね。だから15フライトまでしかなくて、あのプラスもう一個できるのがあれば、じゃあそれだったら羽田から伊丹まで JAL の国内線ね、あの加えれるのみたいな感じで思って、であの2日前ぐらいにそのアメックスのコンシェルジュに加えれませんかみたいな感じでメールで問い合わせを しました。それでちょっとアメックス側もね、あの旅行担当者が今お盆中であのいないので、ちょっと時間かかりますみたいなあの返事をいただいて、まだ回答はいただいてないんですけれども、今日ね改めて世界一周のね、あの例 あのエクスプローラーね、こちらで確認してみたところ気づきました。私の今回やってしまったあの失敗っていうところをね、ちょっとそれをねちょっと紹介しようと思ってるんですけども、ここねちょっとあのキャプチャー出しとこうと思うんですけどもね、トータルナンバーオブセグメントっていうところはね、あのマックスは16までって書いてるんですけどもね、あの私の組んだルートだとね、あの16になってるんですよ。うん、でも見てみると15フライトしかないみたいな。私はねこの数字しか見てなかったんでね、多分航空券予約するときに、あ16になってるか16フライトあるんだっていうふうに思ってね、数えないでもう予約しちゃって旅行に出たので、あの今更気づいたって感じになるんですけども、なぜここが15フライトしかないのに16フライト予約したことになっているのか、これをがね、あの分かりました。僕のちょっと嫌な予感って言いますか、あの当たってました。うん、とあるところをいじくりましたら、この16っていうところが16から15になりました。わかりますか、あの世界一周航空券旅行された方はね多分気づいてたと思うんですけども、世界一周航空券ってオープン上こちらもねルート組むことできるんですよ。例えばこうロンドンから、まあ、ニューヨークまでフライト取りますよね。それで必ずしもこうニューヨークから次出発する必要って実はなくて、近くのワシントンとかね、あのそういったところからまた次の航空券っていうのはあの、ね、組むことができるんですよ。ただし気をつけていただきたいのが、そのニューヨークからワシントンこちらっていうのは1区間としてね加えられるんですよ。そうだからもったいないですよね、オープン上
組んじゃうと。それやったらね、そこで、ね、フライトあるのであればそのね取った方がアメリカン航空とかねいいですよね。それで私はねこのルールにね引っかかっておりました。それで今回私はね自分的にはオープンジョーをというね、まあね、別の空港を使うっていうところはねしていないつもりだったんですけども、まあ、これ多分はもうここまで言うとね分かる方も多いと思うんですけどもね、1フライト目に大阪から羽田空港行ったじゃないですか。その次覚えてますか？成田空港からクアラルンプールまで行ったんですよ。そう、このね羽田と成田っていうのが1区間として加えられてるみたいなんですよ。そうだからね、先ほどね私のルートっていうところを改めて組んでみたんですけども、それだとこう16フライト、ただ最初の伊丹から羽田を伊丹から成田っていうフライトに変えたらね16がね15になったんですよ。やってしまった。それでね最初の方でも動画出しましたけれども、ね羽田空港から成田空港までバスね3200円ぐらいかかるって高いみたいな感じでちょっとねそんな動画を出しましたけども、実際今回私のね旅行はねその3200円とか済んでないです。世界一周航空のファーストクラスっていうのはだいたい1フライトまあね130万円で16フライト飛ぶんで、まあ10万円弱かかりますよね。だから3200円プラス10万円弱ぐらいのコストが移動には実はかかってたんですよね。いやーちょっとやっちゃいましたねこれに関してはね。そう、それ以外に関してはね結構いろんなファーストクラス乗れたので、もうねあと JAL 乗ればもうワンワールドではファーストクラス設定している航空会社であればもう全部乗ったっていうことになるんでね、気持ちいいルートを組めたっていうふうに思ってたんですけども、その点だけはちょっと失敗したなみたいな感じで思っております。まあ、それでねさらに欲を言えばもっといいルートがあったなっていうふうにね思っておりまして、例えばね今日ねちょっとねコメントでいただいたんですけども、チリのサンティアゴ行ってからそっからマイアミに行ってニューヨークに行って、そっからねこうニューヨークから、まあ、東京に、まあ、帰るフライトね、こちらね飛ぶんじゃないのみたいな感じで予想してくれてる人がいたんですけども、確かにね今回のルートっていうのはそういう風に組むこともできるんですよね。なんか私はこうなんとなくなんかニューヨークはもう行ったので、まあ帰りはこう西海岸の方から帰ろうかなっていうふうに思ってたんですけど、まあ改めて考えるとねやっぱりこう世界一周航空券っていうのは別にどういったルート飛んでもいいので、特にねニューヨーク2回行ったからといって今回のルールには引っかからない、エラーにはならなかったので、 JAL のマイルとこうフライオンポイントを貯めるためにはこうニューヨークからこうね東京に帰る方が良かったんじゃないかなみたいな感じでね思ったりもいたしました。それでラタム航空っていうのはサンティアゴからね実はねこうニューヨークまで直行便もね飛ばしてるんですよね。そうだからロサンゼルス行くよりもこうニューヨークにもう直で飛んで、そっから羽田空港に行って、羽田空港から伊丹っていうところもねそのね16フライトの中で収まることができるので、ね、まあできればそういう風に組んだ方が今思えばよかったなっていう風にねちょっと思ったりもいたしました。はい、というわけでね、まあ、なかなかこう世界一周航空券ってこれ以上ないだろうみたいなねルート組める人ってなかなかいないと思うんですよ。なぜならもうねルートっていうのは無限大にありますからね、こう自分の乗りたいフライト、自分の行きたいところとかね、理想っていうのは見つけることはできないと思うんですけども、私の旅行に関してはバンクーバーあたりまではねかなり良かったんじゃないかなっていうふうに今でも思ってるんですけども、ちょっとまあ最後ねそこら辺がねミスったなっていうふうにそんなこと思ったりもいたしております。はい、それで最初のですね羽田と成田のねオープン場ですね、はい、そこら辺がちょっと今回のね反省点だったかなっていうふうには思っております。まあでもねもうサンフランシスコまで来まして、もう私のもう今飛んだ状況であともう1フライトしか飛べないということはもう決まっておりますので、もう今更航空力をね考えても仕方はありませんので、もうしばらくしたら、まあ、サンフランシスコからこう羽田空港までね JAL の
1便ですね。もういいですね。気持ちいいですね。1便。はい、こちらでね、帰りますので、それをちょっと楽しみにね、したいな、というふうにね、思っております。まあ、今後ね、もし、こう、世界一周航空券、検討される方は、ちょっとね、僕のミスをね、参考に、して、ルートをね、組んでくれれば嬉しいです。まあ、この動画面白かった、役に立ったという人でも、高評価、チャンネル登録、お願いします。また、Twitter、Instagram、ブログやってますよ。フォローチェックしていただければ、非常に嬉しいです。まあ、こんな感じで今回の動画終わりたいと思います。私の JAL 1便のファーストクラスでの帰国っていうところはあと3日かな。はい、それまでね、まあ、風邪とか今まで引いてないですけれども、まあ、引いたりね、しないように して、まあね、当日に備えたいと思っております。まあ、その動画もね、皆さんぜひとも楽しみにしていただければと思います。まあ、こんな感じで今回の動画終わりたいと思います。それでは。